はい、はい、今日の企画はですね、はい、アリサにドッキリを仕掛けたいなと思ってます。イエーイ、初だ。そう、あ、そっか、頑張ってくれてるアリサにご褒美ということで、はい、ドッキリをさってもらうな。ついにねねの念願のドッキリの仕掛け人として、イエーイ、いつも仕掛けられるわけね。まあ、ですよ。で、アリサの嫌いなものといえば鳥。そうでございます、鳥でございます。目を開けたら目の前に大量のアヒルがいるドッキリ、イエーイ。怖っ。え、怖くない？それ普通の人でも怖いよ。逆に怖いんだけど。まずは一つ目、じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃん、パーティーマス。え、だめ、100円パスも。え、これさ、誰かが被るってこと？そう。え、ゆなちゃんじゃない？ここはねねやろ。え、やだ、初の仕掛け人はそういうこともしなきゃいけないの。え、ねねにそっくりやん。パプス。あんま出ないんだけど。ただお風呂に浮かべるやん。え、こんだけいっぱいお風呂に浮かべたらやばいよ。アヒルの温泉やな。それでは仕掛けていこう。ティアラチャンネル。アリサです。机の上にね、アリサの好きなものが結構置いてあります。本当にめっちゃ本当かわいいよ。それを当てるのがゲームなんで、じゃあまず触ってみてください。1個どうぞ。わかった。何ですか？嫌いなやつじゃないと。ドッキリ大成功！イエーイ！